おはようございます。入ってきました。侵入者ですね。おはよう、ティータンプータウン。怒ってんの？ごめんなさい。お布団今からやるから、ちょっと待って。いってらっしゃい。まもなく4時なんですけど、うちのおじさんはおやつばっかり食べてて、ずっと YouTube を見ています。今日も出かけなきゃいけないのに。また頭は発芽玄米のままですよ。もうね、4時半です。これからコスコとウォールマーケット。ウォールマーケット。これからコスコとウォールマーケットと、え？もうよくわかんなくなっちゃった。ウォールマートとターゲット。これからコスコとウォールマーケットと、これからコスコとウォールマートとターゲットに寄ってきます。言えたって思ってるね、この顔は。今日コスコ6時前だから、1時間半もあるから、まあ一応余裕はあるので。ということで、ぐるぐるっと回ってから帰ってこようと思います。どこ着きました。いつも土曜日来るよね、うちね。土曜日めっちゃ混んでない？でもなんでいつも土曜日来ちゃうんだろうね。しょうがないね。行きましょう。ウォールマートに来ました。ポップコーンのシーズニングを見に来たので、ちゃちゃっと見て帰ろうと思います。でね、オーナメントとなんかあのベッドにマットレスになんか巻くやつがあるんだけど、ダニとか予防してくれるやつ、それをね、もうねずっとねマットレス買ってから使ってて破けてきたので、新しいのを買おうと思って来ました。帰ってきました。これね、そう、これをこのマットレス全体にカバーするんだけど、こう一人じゃできないから、今日旦那がいるのでいる時にやってもらおうと思って、やろうと思います。オッケー。とりあえずできたので、このシーツの下に引いたんだけど、まだお布団とか洗ってるので、全部洗い終わったら、もう一回きちんとベッドメイキングしようと思います。ちょっと真っ暗で分かりづらいんですけど、もう7時過ぎたんです。で、あ、見えた、とっちゃん。そう。散歩に行こうと思ったんだけど、暗いから、よいしょ、こんな感じ。はい、とっちゃんいた。ね、さちゃん、ぽみちゃん。車で公園まで行って、で、公園をぐるっとしてこようかなと思います。ぽみはなんかボール遊びしたいみたいだから、ナイターのついてる公園に行けたらいいなと思ってます。では、行ってきまーす。公園着いたんだけどさ、今日ナイターがついてないから、ボール遊びは難しそうなので、ちょっと歩いてこようと思います。早い。暗いね。なんかね、テンションが高いんです、二人とも。困っちゃうよね。トトも好きなところ走ってるし、今ここがちょっと明るいからボール投げてもらってますね。トトはね、大好きなの。匂い嗅ぐのがすごい好きだから、ここ来るといろんな匂いがするので、とても楽しいみたいです。ポビちゃんはボールですよ、ボールですよってずっと言ってたからね。いろいろ探索しておりますね。一緒に行こうって言うからここまで来たんだけど、すぐ近くでボールはしてるんだけどね、こっちも行こうよって言うから帰りましょうって言われました。お父さんに会いに行ったのね。ポビちゃんいっぱいやった、ボール。疲れた？うん、お水飲みなじゃん。お父さんお水持ってきてくれたんだって。ポビちゃんは、ポビちゃんお水は父ちゃんだけなの？怖って言った、ちょっと飲むの、うん、終わり。ボールなの、ボール取り行っちゃったよ。びちゃびちゃですけど、もうしまいして帰ろう。ポミ、ご飯の時間になるよ、もうそろそろ帰ろう。帰りませんみたいな感じですけどね、二人とも。ちょっとあそこで何回おしっこした？同じとこでずっとしてる。おいしい、プトちゃん。うわ、奪われた。ポミちゃん意地悪しないで。順番越してください。え、そう、なんか傍観者みたいになってんの。怖いね、ちょっとボールね。まだやんの？じゃあ、あともう少しだけやったら帰ろうね。ご飯の時間になるよ。帰りましょう。
少しだけあの後ボール何回かやって、ここを縦のラインを全員で走って終わりにしました。トトも一緒に走ってたけど、ポミちゃん最近ボール遊びしてなかったから満足だと思いますよ。車わかってるね。まあ1台しか止まってないけど、乗る側もわかってるね。いつも運転席側から乗せるから、あっちにちゃんと回りますね。帰りポミちゃん、ただ上車乗るときね、いつもお父さんやっておちょくって逃げるの。はい、おいで、お帰り。ちゃんと閉まってないよってお父さんに。お家帰りましょう。ご飯食べようね、帰ってね。はい。旦那がね、うちのね、コミュニティの中の奥の人たちが、なんかイルミネーションしてないか見に行きたいっていうので、本当に、ゆっくりとうちの中を回ろうと思います。もうそろそろね、多分ね、市のね、クリスマスのコンテストの入賞者が決まると思うので、そしたら、またそこを巡りたいなと思ってます。来週あたりかね。去年9日って言ってたから、多分この週末で決めるんじゃないかなと思ってます。帰ってきました。ので、私はこの布団を今抱えて、2階に行こうと思います。旦那がこの子たちをきっと入れてくれるでしょう。ニャンコとニャンコはね、ご飯食べたので、自分たちもご飯にしようと思います。今日はもうめんどくさいからさ、コストコでねピザを1枚買ってきたので焼きました。それからいつも通りキャベツと、これはもうこの前も食べてたんですけど、サーモンのサラダなんだけど、トレーダージューズで別々のサーモン買ってきたと思うので食べ比べをしたいなと思ったので、2つちょっといいんですけど出しました。それでは、あ、飲んだ。はい、いただきます。乾杯。まあ一応これとこれ食べ比べた結果、これはピンクサーモンね。で、こっちがそっくり紅鮭の方なんですけど、これだけあるなら別にこれでも全然十分なんだけど、こっちを食べちゃうと旨味が全然違うので、こっち食べた後こっち食べると全然味がしないのね。普通のピンクの方が。なのでやっぱりね、そっくりの方がとっても美味しい。けどね、量と値段から考えると、多分4倍から5倍ぐらいの値段なんです、こっちの缶詰。だからね、普段はこっちでもいいと思うけど、なんか特別な時はこっちにしたいなって思った。2人で食べる分だったらこっちの一缶でいつもこのぐらいの量食べればいいと思うから、うちはこっちでもいいかなって私は思ってます。さっきね、これターゲットで買ってきたんですけど、丸いオーナメントね、100個つけようと思います。1個なんか変なのがあって使えなかったんですけど、なので100個じゃなくて99個なんだけどつけました。もうすっごい豪華になっちゃった、いきなり。すごいね、シンプルで質素な感じだったのがいきなりなんかもうゴツゴツし始めたっていうか、まあでもいいかな。うん。これに、うちにもともとあったガラスのオーナメントをいくつかアクセントで入れようと思います。うん、可愛くなった。よしよし。オッケー。トップはないけどね。よし、終了。農協とポストを見に行ってないのでね、今からちょっと行ってこようと思いますよ。目の前にポストないってめんどくさいよね。もうね、ポップコーンのシーズニング、このケトルコーンっていうやつと、チージーキャラメルコーンと、ベーコンチェダーっていうのを買ってきて、これクリスマス会でやろうと思ってるので、とりあえずどんな感じかっていうのを試食会で今、ポップコーンマシンを回しております。ポンポンしてきたね。私は絶対にバターが必要だって言ったんだけどさ、書いてないんだからいらないって言うから、じゃあ一回やってみろって言ったらさ、やっぱり粉が全然つかなくって味もおかしいからバターは必要なんですね。で、ほら納得しないから自分でやらないと。なので一回やってもらって、これで良くなかったっていうのが分かってくれたので、次からバターを使うそうです。でね、これ買ったの、ポップコーンを入れるバケツ、プラスチックなんだけど、3つ買ってクリスマス会で味をつけたらこの中に入れとこうっていうことで買いました。
なかなかこう雰囲気が出ていいですよね。明日の準備してます。このコンタクトのあれに洗顔とお肌のクリームをね入れてました。こうやってやったらねちっちゃく持っていけるからっていうことで、コンタクトの液がないんだけど、まあそれは向こうで買ってもいいだろうっていうことにしてますね。本人は眉毛を整えておりますね。おしゃれさんですね。私が長いって言ってたからだと思う。ロック入れて終わりみたいですね。なんかあそこに山積みにしてますけど、洋服、うん、とりあえず終わりみたいなので、これが終わったらお風呂に入って寝ようと思います。もう寝ます。夜のおしっこしてますけど、とっちゃんしてるけど、ほみちゃんまだしないね。あ、してるしてる、お利口でーし。トドどこ行った？あ、いたいたいた。トドくんも帰ってきたね、うん、あ、ほみも帰ってきた。ちょっとボケてるけど、はい、お父さん帰ってきたよって言ってるよ。とっくん、おやすみ。めちゃくちゃ綿出してるね。もう、しょうがないね。綿出したの。明日拾いますから、そのまま今日は寝てください。自分が出したんだもん。おやすみ。ほみたんもおやすみ。いい子にねんねんしてね。うん。ゲーしたの？バッチなぁ、もう。なんでそんなゲー出るの？ねえ。ねねしてね、おやすみ。谷くん。最後、おやすみ。お顔寝癖ついてますけど、ここで一日中寝てますけどね。そこか。ここだね。あったかいんだよね、ソファーね。このソファーあったかいんだよね。そうそう。マリコねねしてね。おやすみー。息にぎやかになったクリスマスツリーもおやすみ。完成大変まであともうちょっとです。お風呂上がりました。もうね2時半なんです。なんか旦那が一回下で寝ちゃったのね。ポップコーンやった後かな、寝ちゃって、で出張の準備ちゃんとしないと寝れないよって言って、それで起こして出張の準備してた時はもう1時過ぎてたんですよね。今日もねいつも通り夜が遅い杉本家でございます。明日でもいつも通りの時間に仕事行くんでしょ。朝はいつも通りに出て、お昼過ぎのフライトで北に飛んで、もう一泊だけで帰ってきて仕事してから帰ってくるって言っていたので、帰りもねいつも通り時間は変わらないと思いますので、久しぶりのね一人の時間を楽しもうかなと思っております。特に何もすることもないんですけど、バタバタせずにねのんびり過ごせたらいいかなと思っております。次のね土曜日にやるねクリスマスパーティーの準備がね、まあ、多少できたかなとは思っております。なんかまだ旦那の中ではあーだこーだがあるみたいなのですが、今日中に買っといたらいいかなってものは買ったと思う。金曜日に私がわーっと他に必要なお肉とかお野菜とかね、あんまり早めに買っておくと良くないなってものは買ってきて、その日のうちに下準備をしておいて、当日はねちょっと火を入れるとか切り分けるとか、そんなぐらいの調理で済むようにはしておこうかなとは思っているんですけれども、そんなもんかな。来週はきっと何回か、私もだんだん帰ってくるのどうなんかわかんないんだけど、遅いか早いかわからないけれども、まあ早く帰ってこれるようであれば、イルミネーション見にちょっとちょこちょこっとドライブに行きたいなとは思っていますが、それはねまたねVlogで撮れたらいいなと思っております。旦那は眠いって大騒ぎしてたのに、寝れなくなっちゃったみたいで、で私が喋ってるから新喜劇見たいんだけど見れないのね。見ててもいいんだけどさ、なんか気使ってさ見ないから、目つぶってるけどこの感じは寝れない感じですね。まあいいですが、私もねもう2時半過ぎちゃったので、今日もこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。